できました。今日のあっちゃんの結婚記念日ディナー、ツバスのお刺身、ツバスのカルパッチョ、鶏の塩焼き、照り焼き、玉ねぎ、赤玉ねぎの、ピクルスと白の丸々だけつけたんを出してきました。何日かね、ちょっと後にパソコンで見ます。ツバスの出汁から取ったお味噌汁、以上で食べたいと思います。あとツバスの内臓ね、はい、以上で食べたいと思います。味どう？もし嬉しいらしいよ。ちょっとね、玉ねぎいつやったかな、玉ねぎがね、だしかいつやった、玉ねぎ作ったんが11月の玉ねぎ、玉ねぎピクルスいつやったかいな。はい、アップしてなかったっけな、確かね、もう2週間ぐらい経つと思うね。食べさせていただきます。わかんない、いいよ。あ、そうそう、カルパッチョにこれこれオリーブオイルかけるわね。で、これはこうしょ、オリーブオイルをかけて、でお刺身の醤油、どっちが美味しい、塩焼きと照り焼きと。照り焼きはうまいよ。美味しい。いただきます。ツバスのお刺身を、うん、間違いない。ね、これ行こうかな。あ、うん、おいしい。カルパッチョめっちゃおいしい。なくなってもいいよ。これだけ食べようか。照り焼き。もう鶏がなくなんでいて。こっちに醤油あんのに。うん。でも鶏も美味しいね。食べても大丈夫よ。これだけポン酢内臓にかけな、内臓と皮に。ね、試したかったのがね、玉ねぎのピクルスの芯の方、白いとこ、うん、めっちゃ入ってる。で、白玉ねぎの、ね、芯がどれぐらい味しめてるかやねんけど、浅いな、やっぱり丸々やと。串で何本か投げたった方がいいかからんな。中までやっぱ染み、味は染みてんねんね、染みてんねんけど、めちゃくちゃ浅い。ほんのりやな。こっちはめちゃくちゃ染みてるから、
ぱ半分とか4分の1にしちゃった方がいいかも分からない。丸々でいくよりもつけんねったらね。うん、美味しいな。カルパッチョめっちゃ美味しいよ。生ハムとお刺身とキュウリとでアボカドやね。うん、うん、多分トリミングしたやつや。間違えて入れたよ。刺身も全部セットで。美味しいやろ。はい、うん、うん、何しようかな。結構姫ちょっと用に振ろうかなと。焼きのタレついたキャベツ美味しいやろ、うん、間違いない。つばそオリーブオイルと塩で食べたら美味しいんちゃうかな。そんな気がするんやけどな。カルパッチョだから。美味しい。もっと作ってほしいな。あと半身あんねん。これお刺身にしようか。明日鍋にしようか。鍋ちゅうか煮物にしようか。なんか焼き物にしようかみたいな。お刺身がいい。まあね、これぐらいバツ切っても美味しいやろ。ん、食べてない。食べてない。食べ美味しいよ。これ系はもう騙されたもん。ここつけてたみたいな。それにつけてもいいじゃん。今食べてやん。ハム食ってもじゃあこれは皮やで。皮といいやで。これをかきまえで。皮なんて。いや皮美味しいよ。じゃあこうして終わりだ。これ出てくの。この子出てくの。ポケモン。EV それ。そうなの。EV さん知らなかった。 EV の進化だよ。最近お味噌汁忘れてね。それが飲めてね。3作前くらいの確認。3作目ぐらいに出てくの。 EV って3作目なの。EV だな。あ、進化が3作目。ケーキあんで。
ケーキ。うん。結婚記念やからケーキ。うん。今日は涼しいからね。うん、帰って帰って。ぶつさんのことないしてやる。もう少々できるやろ。聞いてない。うん。美味しいわ。あ。今日も満足です。作った照り焼きだ、めっちゃ美味しいわ。うん。食べてしまう。カルパッチョがね、キュウリ焼き余ってんじゃん。うん、美味しかった。買ったって過去現世でまだ食べようってんけど。うん。ごちそうさまでした。美味しかったです。ご飯の美味しさをね、教えてもらったのはみきちゃん。あっちゃん、ね、これまた、どこかで話そうかなと思ってんだけど、今話しとこうか。ご飯ってね、食べんのは作業みたいなもんやって。お腹減ったから食べるみたいなもんやってんけど、なんでかって、お母ちゃんが倒れてから、十何年、あっちゃんが作ってた。10年近くね、あっちゃんがご飯作ってて、自分で作った料理なんか美味しくない、うん、だんだん味はまあついてきたけどね、まあ、そこそこ食べられるっていうか美味しいもんが食えるようになってきたけど、それでも自分で作ってたら美味しいもんもそんなに美味しく感じひんかって作業みたいなもんやって、結婚してみきちゃんが毎日ご飯作ってくれたら毎日がめちゃくちゃ美味しかった。ご飯ってこんな美味しいんやって。で最初2人で、りょうが生まれて、ひかるが生まれて、3人になって4人になって、家族でこうやって食べるのがこんな美味しいねんなって。あっちゃん子供の頃はね、お母ちゃん作ってくれたもん食べて、なんやねんこれって。もっと肉食べたいとか言ってたけど、自分でこうやって料理作って、で、またその後作ってもらうようになったら、食のありがたみっていうのがすごい分かってね。で、食べることの喜びっていうのをすごい覚えて。だから、ご飯一粒一粒、ご飯がまずかったん、うち。うちはね、ご飯、お米ね、お母ちゃんのおかずじゃなく、ご飯がまずかったね。お米が大嫌いだったね。それがみきちゃんが、東北のお米、いや、これはお米じゃない。
うちで使ってたお米こんなん違うって言って、でとりあえず安いのでいいから東北も食べようって言って、福島のお米、秋田小町とか秋田のお米とかね、福島のお米とかその東北のお米を買って食べたらね、全然違った。お米でお米食べられるのが美味しくて、そっから食への追求っていうのかな、始まった。だからあっちゃんの原点はみきちゃんと出会ったことやねんね、食は。だから結婚記念日でこれを思い出すってすごいいいことちゃうんかなってあっちゃん思った。今ちょっとジーンとしてるあっちゃんです。ちょっと感動してるあっちゃんでした。ではまた、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯、結婚記念日ディナーっていうほどええもんじゃないけど、鶏の塩焼き、照り焼き、カルパ、ツバスのカルパッチョ、あっちゃんがさばいたカルパッチョとお刺身と、それでとそのだしでとったお味噌汁と内臓、そんなもんで食べました。美味しかったです。ごちそうさま。もうあのお茶がね、もう7分煮詰まったよーってサイン出してるので、そろそろ終わらないといけないね。止めていきます。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯よかったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。